楽しい大作展。大作展の縁日の前夜は良い講師。江戸の頃は一面の田園風景に提灯の明かりが江戸市中から柴又まで延々と続いた。参道には人々があふれ、名物を商う店が立ち並び、大作展境内は参詣の人々で埋め尽くされていたと。時代は移り、先人から受け継ぎ次世代につなげていこうと、今も揃いの法被にうちわ太鼓でまといの練り奉納を続けている人々がいる。信仰が、伝統が、生き様が景観として今も確かに残っている。江戸も昭和もここでは確かに息づいている。まばゆいばかりの光の竜やお堂を壁画からお守りする猿たち、他にも大作展ゆかりのたくさんの役者が揃った。柴又ナイト、今によみがえる良い講師。今宵ひとときの夜の宴にあなたは見せられる。